こそ演劇学科へ。今日はオンラインオープンキャンパスということで、皆さんをね、普段は入れない、いつもよりディープな世界へお連れしたいと思います。ちなみにこちらが演劇学科の誇る劇場、中ホールの正面入り口だけど、今日皆さんをお連れしたいのはこっちの入り口です。では早速、その前に検温から。大丈夫大丈夫そうなんです、劇場の入り口ってこう正面のね、観客が入る入り口と、それから作り手が入るこう裏の入り口があるんですね。その裏の入り口へ今日は皆さんをお連れしたいと思います。こちらです。高校の方もね、6月から始まっているところが多いんでしょうけども、日芸もオンライン授業というのが続いています。でやってみるとね、意外とやれるんですけども、やっぱり会わないと伝えられないことっていうのがこう浮き彫りになっているようなね、そんな日々を過ごしておりますけれども、さてと、入試案内ですからね、まずは今年大きく変わった点をご紹介いたしましょう。これまで日芸オーディション AO 入試というものは、今年度からは総合型選抜というふうに変わります。そして一般推薦公募制というものが、学校推薦型選抜というふうに形が変わります。そして一般入学試験 A 方式というものが、一般選抜 A 個別方式第1期第2期というふうに形が変わります。で中でも大きく変わるのはこの総合型選抜なんですね。で、書類審査がまずエントリーシートだけになります。それからこれまで一次審査二次審査って2日に分けてやっていたものが、今年度からは1日で全てが完結、この作文実技面接、これまでは二次審査まで行かないとこの面接試験っていうのは受けられなかったんです。だけど今年度は全員が面接試験を受けることができますので、その分皆さんのお話をよく聞かせてください。お願いいたします。それではですね、もうちょっとこう作文のことなんかね、話しながら皆さんをこう地下の方へご案内しましょう。潜っていきます。作文試験、これは全コースに課されるんです。総合型選抜ですね。でこの作文といってもですね、何も演劇のこう細かい知識をこう問うようなものではありません。演劇学科というところは、こう劇場芸術とそれから現代社会のつながりというものをずっとこう考え続ける学科です。ですからその作文試験でもね、こう個別の表現、個人の表現ということだけではなくて、そのことが観客という名の他者と出会って、でもっと大きく言う、他者に代表されるような社会と出会って、もっと言えばこう外の世界と出会って、どんなふうに劇場芸術の役割があるのかっていうことを大きな視点の中で、作文として書き上げてほしいと思っています。その他にもですね、総合型選抜では舞台構想コースと、それから舞台美術コース、この2つのコースではグループディスカッションが課されます。その名の通り、グループワークにおけるコミュニケーション能力を測るものですから、やっぱりさっき言ったように自分の表現が他者の考えとどういうふうに混じり合うかっていうところを形を変えて聞いています。一方で演技コースと舞踊コースに関しては総合型の段階で実技試験が問われます。さてと、こちら皆さんをお連れしたのは劇場ではなくて、ここは大道具製作室という大変広いスペースです。実はこの上が劇場なんですね。私たちは演劇なり舞踊なりを作るときに、稽古場であらゆるもの、それこそ大道具、小道具、衣装、音響、そういったものをこう本番にすべからくこう近づけて準備をしていくわけですけども、最後の最後まで会えないのがやっぱり観客なんですね。今こうやってオンラインで直接あなたと私がお会いできないように、こうまだ見ぬ、まだ会えていない観客のことをずっと考えながら、こういう場所を使って準備を続けていく、まあそれがとっても演劇的な時間でもあるんです。さてと、もう一つ入試についてご案内いたしましょう。先ほど言わなかった学校推薦型選抜と、それから一般選抜 A 個別方式、まず共通するのはどちらも実技を大変重んじる試験だということです。学校推薦型の場合は、実技は舞台構想はワークショップ、舞台美術はプレゼンテーション、そして演技と舞踊は実技ですね。そして
一般選抜の方は何が違うかというと、この学力検査、外国語と国語、これが入って、あとは実技を重んじる、そして面接で伺うというふうに変わりありません。だけどやっぱりこの学力検査というもの、この影響を良くも悪くも大きく受ける、試験だということを覚えておいてください、ね、実技試験ってやっぱりこう問題の相性とかコンディションみたいなことで、水物なところありますから、こう学力試験に、学力検査にね、こう自信のある方は、そこのところをさらに有利になる可能性もあるというふうに、この違い分かっておいてください。まあいずれにしてもね、実技を重んじる試験であることは間違いないですから、普段通ってらっしゃるお稽古場とかスタジオとかね、そういったところでの修練が何よりの受験対策になります。それから舞台構想とか、舞台美術の方は自分の考えをこう文章にまとめたり、舞台美術の方はですね、プレゼンテーションが課されることがありますから、プレゼンテーションもそうですよね、こう戯曲を読んで、そのことをこうイメージとして膨らませて、そのことを他者にどういうふうに伝えるかという、先ほど言ったようなもう自分の表現と他者をつなぐっていうところを引き続き聞いているわけです。さてと、ここから皆さんをですね、地下から天国の方へ、まあ舞台用語でね、舞台の下のスペースのことを奈落なんて言いますけど、地獄から天国へツアーということで上にお連れしましょう。大きいですよエレベーター、これよくやっぱりね、そのどんな対策をしたらいいですかっていうことは聞かれるんです。で、多くのコース、全てのコースに共通して言えることは、とにかくたくさんいろんなタイプの舞台を見て、そして、いろんなタイプの戯曲を読んで、私たちの仕事っていうのは、この仕事の起点が紙に書いてある文字であることがすごく多いんですね。ですから文字からそれをどういうふうに発想して立体化していくかっていうこと、そのことを繰り返し訓練していくことが何よりの受験対策になるんではないでしょうか。さて、着きました。さて、ここに最後に皆さんをお連れしたかったんです。ここがですね、演劇学科の誇る劇場、中ホールという名の劇場です。客席数にして249。ここはどこの劇場にも引けを取らない素晴らしい施設が整っています。で、ここで私たちは無数の作品を作りながら、劇場芸術と現代社会の関わりを考えているわけですけども、ご存知の通り、このコロナの影響で、今この劇場の扉は閉まっています。ここだけではなくて、世界中の劇場の扉が閉まってしまいました。で、3密なんていう言葉がね、有名になりましたね。演劇っていうのは、その3密をこんなに完全に満たす芸術もなかなかないんです。だけど私たちはこう同じ場所と同じ時間をこうお互いに共有することでしか得られない何かを求めて表現をしていたんだっていうことを改めて感じる日々を過ごしています。皆さんにはこの本当に難しい問題、そのことを共に考えて共に戦っていく最初の1年生になってくれまいかと願っているんです。まあ駆け足でしたけどね、そんなことで、演劇学科についての入試案内、こんなところで終わりにしたいと思います。今度会う時はぜひ入試でね、入試の場で真剣勝負でお相手をさせてもらって、そしてその後共にこの中ホールで作品を作りながら、いろんなことを考えて、いろんなことを表現していきましょう。それでは今度会う時は入試かな。ごきげんよう。